叙勲とは、勲位、勲章を授けること。イギリスには、貴族が有する公爵、公爵、白爵、死爵、男爵の爵位と、これらの会の爵位とされる、純男爵と、ナイトがある。爵位を有する場合でも、会の爵位を兼ねることができる。ナイトには、ガーター勲章、死する勲章、バス勲章、メリット勲章、聖マイケル、聖城寺勲章、ロイヤル、 ビクトリア勲章、ブリティッシュエンパイア勲章という序列があり、それぞれ騎士団が構成され、その構成員を示す団員章として勲章が授与される。ナイトの下には騎士団に属さない下級騎士であるナイトバチェラー等があるほか、他の宝章としてクロス章やメダルなどがある。フランスには最高位の国家勲章として五等級からなるレジオンドヌール勲章がある。また、 大統領が授与者となる勲章として国家功績勲章がある。このほか芸術文化勲章などがある。ドイツではバイマル憲法が勲章及び栄誉気章の授与を禁止していたが、ナチス政権下では勲章等の授与が実施されていた。第二次世界大戦後に勲章の授与は停止されていたが、1五十一年のドイツ連邦共和国功労勲章の創設に関する、 通知により再開。連邦大統領が授与者となる勲章として、ドイツ連邦共和国功労勲章、ジルベルネス・ロルベルブラッド賞プールルメリット科学芸術勲章などがある。詳細は、勲章を参照に本には明治になるまで気章を授与する制度はなかったが、ジョイ、ジョ勲の制度はあった。ジョイは異界を授ける制度で603年の間に12回の制に始まる。 叙勲は勲位を授ける制度で、本来は武人など勲功を挙げた者に対して授与されたもので701年から始まった。日本の律令法では、勲位等は異改正三位、勲十二等は十八位下に相当するとされた。大法律令制定と共に始まった、この制度は、藤原中丸の乱で、後見上皇側が自派の将兵に勲位を乱り受したことで知られている。 しかし、叙勲は941年の藤原住友の乱以後、ほとんど行われなくなった。年賞が、大日本帝国勲章教を1895年、出版明治時代になると、西洋の諸国に習って、勲章や、法章の制度が設けられた。日本で初めての勲章は1867年のパリ、万国博覧会で、薩摩藩が、 フランス政府交換に進呈した薩摩、琉球国勲章であるとされている。近代日本の叙勲制度は1875年の勲章従軍起章制定の件交付によって開始され、その際に勲位は勲等と改められた。当初は勲八等までで勝敗が授けられることとなっていたが、翌年に二等分増やされて十等となり、勝敗も勲章に変更された。また、 当初は武漢のみを対象としていたが、1883年には文漢、1892年には教育、社会分野と拡大され、広く国家に功績ある人物に対して贈られるようになった。第二次世界大戦後の1946年に生存者に対する叙勲は中止されたが、1963年7月12日に生存者叙勲が復活して、翌年より、 春と秋に除勲が行われるようになった。2003年には、訓導の数字表記が廃止されて、勲章の格付け概念としてのみ残されるようになった。平成23年度春の除勲については、2011年3月11日に、発生した東日本大震災の被害を考慮し、外国人除勲、同法省、第16回危険業務従事者除勲とともに、 発令の延期を2011年3月24日に発表した。制度制定以来発のこととなる。6月18日付で発令され、4064名が受賞した。平成31年春の叙勲については、2019年5月1日の。 改元の関係から延期されることが2月26日の閣議決定事項として発表されており、令和に改元された後の5月21日に令和元年の春の叙勲が発令された。なお、日本の叙勲は戦後になっても職業格差が存在する。小川賢治は大臣、国会議員、国公立大学教員、放送官僚が最も高い等級の勲章を終え、 自衛隊出身者と私立大学教員が中程度の訓頭に位置し、最も定位の勲章は、警察官や消防官などに与えられている官僚と経営者は、職位や企業規模によって訓頭が決定されており、一般に回答性が存在しているとして、受訓者間に職業上の格差が存在し、そのヒエラルキーの頂点にはごく限られたもののみが、除せられていると指摘している。 呪君に際して、官、民の比率を約6、4とする慣習も残っており、長年にわたって地域社会に貢献してきた人よりも、選挙で選ばれたわけではない自治体幹部などが優先され、その地域社会の人たちも不自然に思うほど、官民のバランスが取れていないとして、官村民費の傾向が強いとも指摘される。アメリカ合衆国の勲章や法章の制度は、 欧州諸国の勲章制度のように騎士団の団員賞としての性格を持つものではない。文民を対象とする大統領自由メダルなどの勲章も存在するが、勲章の多くは軍人を対象とするメダルやクロス賞などの選考賞である。ありがとうございます。